フェリックス・クラウスは、ドイツのサッカー選手。ブンデスリーガ VFL ボルフスブルク所属。ポジションは MF。父のフレット・クラウスも元サッカー選手である。5歳の時に SV ベセンゼルでサッカーを始め、父の引退と指導者への転身に伴い SC、バイスマインなどのユースチームでプレーをした。2006年から SPVGG グロイターフィールトの下部組織で育ち、 2010年11月6日に行われたに、ブンデスリーガの MSV デュースブルク戦でトップチームデビューを果たした。2013年5月、ブンデスリーガでのプレーを希望して SC フライブルクへ移籍。フライブルクでは攻撃的なポジションを務め、2シーズンの間にリーグ戦52試合に出場し7得点を記録した。2015年6月、ハノーファー96へ移籍した。 契約期間は2019年6月30日までの4年で、移籍金は約250万ユーロと推定される。代表レベルでは U-17 ドイツ代表や U-21 ドイツ代表などに招集された経験を持つ。U-21 ドイツ代表としては2015年6月にチェコで開催された UEFAU-21 欧州選手権2015に招集され、 グループリーグの U-21 デンマーク代表戦と準決勝の U-21 ポルトガル代表戦に出場した。ありがとうございます。